お疲れ様です。今年最後のね、動画の紹介になると思います。最後はやっぱりこの何やろ、わかりますよね、エアフォースワン、エアフォースワンの、真っ白、ノクタさんのコラボ、まあ、コラボって言っていいんかわからへん、デザインかな、うん、これ結構ね、欲しくて欲しくてね、当てました。結構嬉しかった。これなんで欲しかったかって言ったら、なんていうの？エアフォースワンって、まあまあ、正直どんな時にでも履けるかなっていう、まあ真っ白でね、使いやすい感じで、履き心地も良くて、耐久性もあって、まあ、文句のつけどころがないスニーカーになってると思うんですけど、そんなスニーカーの、この真っ白でね、ちょっとノーマルと違うやつのエアフォースワン言うたら、ちょっと僕の中でね、結構値打ちあるっていうかね、かっこいいなぁ思って。これはかなり嬉しい。こっちがナイキエアか。で、ここになんか、書いてます。こっちかな？このかかとのところのここやね。かっこいいよね。このシンプルな中になんかちょっとね、こうデザインが入ってるだけ。これがいいんですよね。がっつり入ってるのはあんま好きじゃないから。ほとんどエアフォースワンやけど。いい。これが、27.5 センチ。で、ちょっと話ずれるけど、前にね、このブレーザー、堺のブレーザーですけど、シューレースのね、結び方どうしてますかみたいな感じのコメントいただいたんで、今はちょっとこんな感じになってるんですけど、あれ動画内ね、見てたんやけど、これこの状態あるじゃないですか。もう凍った状態やけど、これを、ただ単に、キュッと。こんな感じ。こういう感じでやってました。かなり気に入っててね。もう、なんかめっちゃ汚いけど。こんな感じ。シンプルに、結ばずして、もう一発目の、このクロスさせて、こうしてる状態です。ちょっとね、今お名前がわからないんであれですけど、こんな感じで結んでました。ちなみに僕今履いてる時こんな感じ。かなり気に入ってるよ、これ、やっぱり。結構このブレーザー、堺のブレーザーと、このエアフォースワンが結構僕の中ではね、こう喧嘩するんですよ。結構僕はね、この堺のナイキブレーザーかなり押してるから、これめっちゃ好きなんですよ。履き心地もいいしね、なんかデザインもいいしね、もうなんかたまらんなって感じ。でもそれと匹敵するのは、このなんていうの、ノクタデザインのエアフォースワン。こいつに関しては、ええ勝負するよね。これはもう個人的な意見でしかないけど。あ、めっちゃ喋るね。もうこれ最後やから。2022年最後の、紹介になるんでね、ちょっと喋りすぎてますけど、27.5 センチ履いてみたいと思います。 OK、 いいよ。なんていうのかな、いいよね、やっぱいいよね、うん、履きやすさはやっぱエアフォースワンの方が脱ぎ履きしやすいな。これ結構靴べら使ってるから。なんや、やっぱあれやな。なんやろうな。エアフォースワンってすげえな。すげえわ。なんやろうな。服装選ばへんし、履きやすいし、27.5。うん。最高やな。いいよな。プラス 1.5 センチしてます。で、つま先はやっぱ余る。で、幅はまあまあまあちょうど。
かかとは別に脱げることはない。デザインはシンプルかついいんじゃないでしょうかね。どんなスタイルにも合うんじゃないですか、これやったら。で、ノクタノはね、このビーズでちょっと遊びで、シューレースに通して、ちょっとワンポイント飾れるようです。いいよな。いいわ。エアフォースワン、いいね。エアフォースワンの、のこたさん。ええよな。なんやろな。やっぱこのなんやろな。コラボ好きよな。ええよな。これ。あんま履いとったら関係ないんやろうけど。こう嬉しかったよね。当たって。これ。そんな感じでね。今年1年もね、結構な足数紹介したと思いますけど、結構ね、見に来てくれて、今年最後の初回になりますけど、来年もスニーカーね、いろいろこう狙っていきますし、まあ、それ以外にもね、ちょこちょこ違う動画も投稿していこうと思うんで、もうね、今日ちょっと4足かな？ 4、 まあこれ見て、後ろの見て。あれやこれやちょっとやってるから、ちょっと息切れとるんですけども。やっぱり年末なんで皆さんに感謝のお言葉をちょっと述べさせてもらいたいと思います。本当に感謝しております。ありがとうございます。こんなしょうもないね、動画見に来ていただいてね。何度もね、見ていただいてる方も中におられるんで。あと、コメントとかもいただけてね、もう嬉しい言葉ね、声かけていただいたりとかもあるんで、もうかなりね、まあ、やっててよかったなって感じてるんで、まだこれからも続けてやっていきますんで、まあ、面白くない動画にはなりますけども、まあ、よかったらお暇な時ね、見に来てもらえたらなと思います。本当に感謝します。また頑張っていくんで、また見に来てください。それでは、良いお年を。さよなら。